タラララタラララララドーマンが好きは優しかった。ドーマン顔を批判する人が現れても、ドーマン顔の主人公を見習って、決していじめたりなんかしなかった。でも中には俺の好きな漫画を傷つける奴は許さないと言って暴力する人や、音じゃないホームレスを見るといじめたりして、ネットでうちうちうち批判する人がいた。なぜにこそこそ隠れて、それをあのキャラクターが見たらきっと悪役だと思うはずだ。いい漫画の作者が悲しんだ。僕のメッセージがまた伝わってないって。僕の作った王道漫画は何の意味もないゴミだったのかと悲しんでおりました。王道漫画好きは優しい。